今回は動物の写真を収めようとしたことで襲われてしまった5つの事件を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目の事件は2018年5月2日インド東部のオリッサ州ナバランガプルで発生。タクシー運転手のプラプーバタラさんはこの日友人の結婚式に参列し、その帰りに友人たちを車に乗せて家まで送り届けていました。バタラさんは途中で尿意を催し我慢できなかったため、道路脇にタクシーを止め、近くのため池で用を足そうと車を降ります。するとそのため池には怪我をしてぐったりとしているクマがいて、水を飲もうとしているところでした。そのクマの正体はナマケグマです。ナマケグマの体長は平均140から190センチほどと小柄ですが、手には湾曲した白く長い爪が生えているため、襲われればひとたまりもありません。バタラさんはこのクマは弱っているから大丈夫だろうと考えたのか、自身のスマホを取り出しクマと自撮りをすべくナマケグマに近づきます。車に乗っていたバタラさんの友人たちは、傷ついたクマは危険だ、絶対やめた方がいいなどと危険を知らせるも、バタラさんは聞かず、クマに近づいていったところで足を滑らせてしまいます。それに驚いたクマはあっという間にバタラさんに襲いかかり、噛みついてバタラさんを引きずり回します。それを見た友人たちは急いで石を投げたり棒で叩いたりしてクマを撃退しようとしますが、興奮しているクマには全く通用しません。ここでなぜかバタラさんとクマのところに一匹の野良犬が走ってきて、クマに何度も噛みつきましたが状況は変わらず、野良犬は歯が立たないと感じたのか、すぐにその場から退散してしまいます。その後駆けつけた森林警備隊が荒ぶるクマを麻酔銃で落ち着かせますが、その時点ですでにバタラさんは亡くなっていました。なおこのナマケグマは絶滅危惧種に指定されており、その後インド内で保護され怪我の治療を受けたようです。続いての事件は2018年7月、アメリカフロリダ半島の南東に位置するバハマで発生します。フロリダ州マイアミの大学に通う19歳のカタリナ・ザルスキーさんは、彼氏の家族と一緒にバハマへ旅行していました。彼女は14歳からモデル活動をしており、旅行先の写真をインスタグラムにアップするなどして多くのフォロワーを集めていたインスタグラマーでした。そしてザルスキーさんは旅行の途中、海にコモリザメと呼ばれる全長3メートルほどのサメがたくさん泳いでいるスポットを発見し、彼氏にコモリザメと一緒に泳いでいる写真を撮ってとお願いしてカメラを渡します。後にザルスキーさんは BBC のインタビューで、インスタグラム上でも数えきれないぐらい多くの人たちがコモリザメと一緒に写っている写真を投稿していたから、自分も挑戦してみたと語っています。また彼女はサーフィンやスキューバダイビングの経験もあり、コモリザメが基本的に人を襲わない生き物であると知っていました。しかし海に入って撮影している最中に、突然一匹のコモリザメがザルスキーさんの腕に噛みつき、ザルスキーさんを海の中へと引きずり込みます。ザルスキーさんは何とかサメを振り払い、手首の血が海に流れないよう腕を頭の上に掲げ、患部を手で押さえながら海から上がりました。幸いにもザルスキーさんは重傷には至らず、数針縫う怪我と痛み止めの処方で済みましたが、今もなおその傷跡にはサメの歯の破片がしっかり残っているといいます。コモリザメは通常おとなしいサメとして知られていますが、オーナーによると、もしかしたら過去に餌付けされていた可能性があり、ザルスキーさんの指を餌と間違えてしまったのではないかとのことです。ザルスキーさんは今回の事件について、サメのせいとは思っていない、私はサメが好きです、サメは野生の動物であり私自身がコントロールできるものではなかった、いい教訓になったと語っています。3つ目の事件は2016年5月、中国山東省にある動物園で発生。この動物園に動物好きのとある男性が一人でやってきます。この男性は数々の動物たちとのツーショットを撮影しては友人男性にその写真を送っていました。そしてこの日、男性がツーショットを撮影しようとしたのは園内の大きなプールで飼育されているセイウチです。男性がセイウチがいるプールに思い切り近づき、自撮りしようと背中を向けた瞬間、突然セイウチが男性の背中をつかみ、男性をプールの中へと引きずり込みます。
異変に気づいた飼育員が直ちに竹の棒を使ってセイウチを叩き、急いで男性を救出しようとするも、セイウチは男性を離しません。そこで飼育員がプールに飛び込み、セイウチの注意を自分に向けさせたことで、やっとセイウチは男性を解放したものの、今度は飼育員の方へと全速力で向かってくるセイウチ。そしてセイウチは飼育員を水中に沈め、約1トンもの体重でその上に数分間にわたり覆いかぶさったのです。残念ながら2人とも帰らぬ人となってしまいました。セイウチがなぜこのような行動を取ったのかははっきりと分かっていませんが、人懐っこいセイウチの性格から、おそらく人間と遊ぼうとしただけなのではないかと考えられています。この事故を受け、動物園側は亡くなった男性の遺族に約1500万円の損害賠償を支払ったとのことです。4つ目の事件は2018年5月、南アフリカのヨハネスブルク郊外にあるグレンアフリックカントリーロッジの自然保護区で起こります。カーロス・カーバルホさんは撮影監督であり、この地で映画の撮影をしていました。そしてキリンのクローズアップ映像を撮影するため、摂写レンズを覗き込んでいたカーバルホさんに突然後ろから凄まじい衝撃が襲います。その衝撃の正体はキリンの頭突き。ジェラルドという名前のキリンが両足を広げて首を曲げ、目の前に立っていたカーバルホさんに向かって頭を振り下ろしたのです。キリンの首の重さは約200キロ近くもあり、普段は穏やかな性格の動物ですが、肉食動物から身を守る際などはその重たい首を鞭のようにしならせて相手を攻撃します。ライオン 5,6 頭ほどの群れであれば、その強靭な首と脚力で簡単に撃退してしまうと言われています。事故現場に居合わせた人は、あまりにも突然の出来事でカーロスにはキリンが近づいているのが見えていなかったと思います。危険が迫っていることすら気づいていなかったでしょうと語っています。カーバルホさんはその後すぐに病院に運ばれましたが、そのまま息を引き取りました。自然保護区の経営者は、キリンは何も悪いことはしていないと話しています。最後、5つ目の事件は2013年、ロシアとポーランドの間に位置するベラルーシ共和国で発生します。休日に地元であるベラルーシの湖に釣りに出かけた60歳の男性は、たまたま道端でビーバーを発見。フォトグラファーだった彼はその場でビーバーの写真を撮影しようと近づいた瞬間、いきなりビーバーが男性に襲いかかりました。すぐに男性は逃げようとしますが、ビーバーの素早さにはかなわず、腰や太ももを思いっきり噛みつかれてしまいます。ビーバーの大きく丈夫な歯は鉄分を含んでおり、非常に硬く、直径15センチの木をわずか10分で倒せると言われています。そして男性は病院へ搬送される前に出血多量により亡くなりました。ビーバーに襲われて人が亡くなる事件は珍しいですが、実はロシアのモスクワでも同じような事故が発生していました。先ほどの事故と同じく、道端を歩いているビーバーを自身のカメラで撮影しようとする男性。しかし背後からゆっくり近づく男性に腹を立てたのか、まっすぐ歩いていたビーバーは立ち止まり、方向転換して男性の方へとゆっくり近づいてきます。男性も危険を感じ取り後ずさりを始めますが、次の瞬間ビーバーがものすごい勢いで男性に襲いかかったのです。幸い彼は軽傷で済みましたが、噛まれた場所が悪ければベラルーシ共和国の男性のように命を落としていたかもしれません。以上、今回は写真を撮ろうとして動物に襲われてしまった5つの事件を紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。